なんか練習してたんですけどそれがまあ今のところはなんか出てていいなって感じですうんじゃあ結構ここまでのインタビュー聞く感じそのチームとして苦手だったこととか自分の苦手なことはこの本番ではかなりいい方向に進んでいるという認識で大丈夫そうですかねそうですねん今のところありがとうございますじゃあ最後、えー、ササティックさん聞こえてますかはいまあちょっとねこのインタビュー聞く感じチームとしてはもう士気が上がりそうなことばかりの話を伺っているんですが振り返ってみていかがでしょうそうですねかかなりあの練習の時から、はい 使うキャラ絞ったりとかそのやりやすさ重視でやってたんで、うん、まあすごいそれが今になっていい結果になってるのかなとコミュニケーション円滑になったりとかでそういうところにリソース避けてるのかなと思いますねまあその結果なのかなと思います、はい、ありがとうございますということでここで二勝1敗二、まあ、勝目を手に入れましたササティックファイターズの皆さんにお話を伺いました残りの二試合も頑張ってくださいありがとうございましたありがとうございましたあり,まありがとうございましたありがとうございました チームれしかもさちょっと気まずいのがさ何も言ってこないじゃん実況解説の人何も言ってこないのは逆に気まずいよなちょっと誰もやっぱりビッグファイターズですからさささんみたいなあるねあ ないんだよね。これ、第一誰振ります、今回。一応、シスコさん九っすね。いやー、任せてください。